はい、フリーレイダーのいつか笑って過ごせる暇です。第98回選抜高校野球展開優勝予想1、2022年春の甲子園ということでやっていきたいと思います。えー、去年ですね、えー、1試合ずつ予想をしていたんですけども、えー、今回ですね、えー、時間の関係で、えー、トーナメント中に8校ずつ4回に分けて紹介させていただきます。第1回ですね、トーナメント表の上から8校、えー、第1試合から第4試合に登場する8校の中で優勝校であったり勝ち上がる学校をね、えー、予想していきたいと思います。 ま、すはい、ということでね、早速表を出しましょう。この表ですね、あの、ちスマホから見ると小さくて見づらいという話もあるので、あ、えと、ー、でね、ブログの方にアップしようと思います。えー、そちらですね、概要欄の方、説明欄の方に URL 貼りますので、えー、そちらをね、えー、見づらいという方は見ていただければと思います。でですね、えー、前半4個。 ではですね、地区大会打率3割、あ打率三位、えー、平均得点5位と高い攻撃力を持つ、倉、え、敷、ー、し機工芸 AI 抜けた存在なのかなと考えます。えー、地区大会で、えー、通り33個で1位の、えー 和歌山東や、失策3個で2位につける浦和学院もいます。21世紀枠の大分舞鶴高校がですね、発表できるかというところに注目していただけたらなと思います。前半4個の注目選手としてはですね、182センチの長身を生かし、139キロのストレートとスライダーが武器のエクラシック工業のエス高山選手、脱三振57個で参加選手中6位、防御率1.88で16位につけます。 同じくですね、倉敷工業の打点21で5位、打率5割で11位のヒューガ選手、その他ですね、和歌山東高校の本塁打3本の森岡選手、盗塁6個の野別選手、打率4割5分3輪の大分舞鶴の、この選手がですね、ちょっとね、読み方が正しいかわからないんですけれども、戸郷選手なのか戸郷選手なのか、 宮古という字に、えー、甲子園の項ですね、えー。各選手がいます。で、えー、浦和学院の、えー、吉久11項で、えー、7位につける、えー マックス142キロの直球を持つ宮城選手などにも注目していただければと思います、えー。後半4校では地区大会優勝の4校が揃ってしまうという激戦区なんですね。えー、中でも優勝候補の1か月に挙げられることの多い、えー、九州大会優勝の九州国際大付属は、スポーツ市4、スポーツ誌5市ですね、失礼しました。5市の評価でも全て A と、えー。今回8校の中で最も優勝に近い学校ではないかなというところですね。えー 18本塁打で1位、125得点で3位と強打を誇ります。また、守備でも平均失策0.5で3位と手堅いというところですね。投手陣もエース、笠井選手が、えー、脱三振61個で4位、えー、防御率1.41で、えー、9位、吉休でも、えー、12個で11位というところですね。えー、保正の野田選手は本塁打3本。 でえー、7位、えー、20打点で6位の打者としても活躍する一方で146キロの直球を持つ選手投手としても活躍するというところです。えー、本塁打5本、えー、25打点でともに、えー、今大会参加選手中2位の、えー、桜選手は1年生中に4番。 本塁で4本で5位、盗、え、塁、ー、4個で19位の黒田選手、チームトップの打率4割2分9厘の大島選手ら強力な打者が揃うというところですね。えー、その九州国際と1回戦で当たる北海道大会優勝のクラーク記念国際にも注目ですね。えー、平均失点1.2点で1位、防御率も1.11で2位と、投手力の方が極めて高いというところですね。 でですね、スポーツの評価こそ、オールビーとなってるんですけど、もう少し高い評価でもいいんじゃないかなというところだと思います。防御率1.00、吉木ヨ9個で、共に3位のマックス139キロの直球を持つ、左の山中選手と、防御率1.09、吉木11で共に7位の、右の、辻田選手のダブルエースというところですね。辻田選手は、マックス148キロのストレートとスライダーが武器と、右、 右手中指をですね、骨折されてたみたいなんですけど復活しているというところで、えー、プロ注目というところの右上でございます。えー、当初投手に目の行くチームではあるんですけども、落ち選手、金原かな、かな、か,かな選手でいいのかなの二人が、と、え、も、ー、共に打率4割8分1輪で16位体と、えー、打撃でもいい選手が揃っています、えー。明治神宮大会で1対5で1回戦で当たる九州国際大の強打の前に敗れているんですが、 のでね、ぜひ、雪辱果たしてほしいなというところですね。その明治神宮大会の準優勝で、中国大会優勝の高陵も、九州国際と並ぶ優勝候補の一角というところです。先ほど九州国際とは共に勝てば2回戦で当たるというところですね。明治神宮大会では、九州国際も、高陵も、大阪当院に敗れたと。 いうところで直接対決ないんですね。えー、119点得点で4位。えー、本塁打10、んすみません。本塁打5本で9位。えー、登り29個で3位と高い攻撃力を誇ります。えー、1年生で、えー、強豪、広竜の4番を担う真鍋選手は、出場選手1位の、えー、打点26打点を誇ると。えー、打率もですね、4割5分3厘と高いですね。えー、また22得点で4位に入る、えー、 内海選手は本塁打三本を放ち七位につけているというところです。えー、盗塁七個で四位の中川選手と同じく盗塁五個で十一位の、えー、川瀬選手もいます。 エースの森山選手は、えー、マック143キロの直球とスライダー、カーブ、スプリットの変化球を使う本格派というところで、地区大会では45個の脱三振を奪いました、えー。2番手の松林選手も146キロの直球とスライダー、カーブを持っていて、監督が森山より球が強いというふうに言っていると。 で、エースになってもおかしくないというコメントをしているというところですね。まあ、この辺ね、あの、どちらが、えー、エースナンバーを背負うかというところにもね、注目してみていただければと思います。えー、その高齢と1回戦で当たる鶴賀気比も、えー、北信越大会で優勝しており、打率3割6分で、えー、6位につけるというところですね。えー、メイチング大会では大阪桐蔭に敗れ1回戦敗退も、えー、先制した上で、えー、逆転された後、えー 3回に、三、えー、3得点を挙げて再逆転するなど、えー、一時リードを奪い、見せ場も作ったというところですね。えー、高交や九州国際のような派手な破壊力はないんですけども、打率5割6分3輪で3位の、えー、春山選手をヒットに打線も強いと、えー。エースの、えー、っと、上加瀬田選手でしたっけちょっと待ってくださいね、これ。ね、人の名前読むの苦手なんですよね。普段が、あのー、 記事にしてると読めなくて困らないんですよね。えー、っと、上加田選手あ合ってますね。はい。記事だと読めなくて困らないんですけど、動画にするとね、困るんですよね。読めないとね。<laughs> なかなか難しいですね、人の名前ってね。まあいいや。えー、っと。えー、上加田選手も MAX144 キロの直球で1年戦時はプロ注目されてた投手であるというところですね。えー、順当に行けば準々決勝で前半の山、 えー、準々決勝は前半の山をクラシック講義が勝ち上がり、九州国際か広陵が後半の山を勝ち上がる可能性が高いのかなというところです。えー、個人的にはですね、えー、九州国際がこの山を勝ち進む最有力候補というところです。まあ、優勝候補の一角でもありますしね。まあ、九州国際がまあ一番上がりやすいのかなというところなんですけれども、えー、クラーク記念国際も、えー、クラークですね、えー、九州国際や広陵を打ち破って勝ち進む可能性も十分あるのかなというふうに思っています。 はい。ということでですね、第1回ということでやっていただきました。あと3回ですね、やっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。えー、よろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、ね、いいのをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。以上になります。フリーライターのいつか笑って過ごせる、ひまれで,でした。